足のしびれの痛みの原因、座骨神経痛、これで解決します。どうも、 BNN の体だけで南真です。今日はですね、座骨神経痛、これのですね、セルフケア、これをやっていきたいと思います。で、座骨神経痛なんですけど、まあ、これ非常によく聞きます。腰痛から発生して、それに伴ってお尻の方に、足の方に痛みが来るような症状なんですけども、治療をね、病院とか整体に行ってもよくならないって方は、これをやってあげるとすごく座骨神経の症状が改善します。でしかも大体5分ぐらいストレッチ、セルフケアでできるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではそもそもですね、座骨神経痛ってどういう症状かっていうと、まあ、いわゆる腰痛というよりは、このお尻のところから足の裏の方で、足の横の方であったりだとか、そこを通って足の下の方、先の方までしびれたりとか痛みが出る、こういう症状をですね、座骨神経痛というふうに呼んでおりますけども、原因はそもそもまず腰痛が出てる人がまあほとんどなんですけども、腰痛から派生してひどくなってる状態、これが座骨神経痛と言えます。で、じゃあその原因っていうのは、まず仙腸関節って言って、この仙骨のところ、これとお尻の筋肉、この2つが原因なんですね。その元である腰の骨、腰椎のところっていうのもちゃんと解放してやる必要があるので、今日はそれを解放するためのエクササイズをやっていきたいと思います。はい、ではまずですね、エクササイズやっていく前にビフォーの確認です。この座骨神経痛っていうのはですね、すごくね、お尻がやっぱ硬い人がね、問題になることが多いです。なのでその確認をしていくんですが、まずその場で足踏みをしましょう。こうやってリラックスして足踏みをして、1、2、3というふうにして、その時にリラックスしてその場に立ってください。そうするとですね、お尻が硬い人っていうのは、つま先が外に開く傾向があります。こういうガニ股になるっていう人はですね、お尻が硬かったり、股関節、これが硬かったりするっていうのが問題になります、ね、特にその座骨神経痛のとってる、外旋肋筋というね、筋肉、まあそのお尻のね、場所があるんですけども、そこのところの硬さをチェックする方法です。で、もう一個がですね、まず自分の立ってる感覚、これをですね、確かめていただきたいと思います。で、その状態でまずしびれが出るかどうか、痛みが出るかどうか、これを確認してください。で、もしくは立ってて痛みが出ないっていう人、これもおられると思うので、その場合は、人によって例えば前屈したりだとか、体ねじったりだとか、まあ、こうやって横に倒したりだとか、まあ、いろいろあると思います。その症状が誘発される、ね、症状が強く出る動作というのを確認してもらって、エクササイズ後にですね、やってもらうと非常に、この動きが変わっているので、ぜひですね、確かめてみてからやってください。ではそのエクササイズスタートする前に、2大ルールの確認です。じゃあまず1つ目です。1つ目は、痛い方と反対側から行いましょうということです、ね、右が痛ければ左側から行います。左側から行うことによって、右側の動き、可動域っていうのが広がってきますので、痛みが全部消えなくても、狭い角度でね、動かしているよりは絶対、広い角度にした方が治りが良くなってくるので、まずその痛くない方から動かしていく、これを徹底してください。で、2つ目です。2つ目は、痛みが出ない動作で行うということです。例えば右が痛くて左が痛くないといえどもですね、左側動かしたらやっぱり右側に響くっていう人とか、すごくしびれが出るとかっていう人おられるんですね。なので、もしその動作でしびれとか痛みが出るんであれば、その動きを小さくしたりだとか、その動きをやめたりとかっていうので、その痛みが出ないことを最優先にして行うということ、これが特に神経症状をね、抑えていくポイントの一つですので、しっかりと守って行ってくださいということで、エクササイズスタートです。まず座骨神経のポイントの確認です。外ももの骨の出っ張り、大天使と後ろの仙骨の部分を探ります。その間のところに座骨神経が通っているので、その間の部分をしっかりと押します。押すことによって痛みが出る場所があると思うので、そこを特定してください。今回は右とします。仰向けになり、まず痛みが出るポイント、そこをしっかりと逃さないように触ってください。そしたら反対側の膝を立てて、膝を外、内、これを繰り返していきます。いわゆる足パカ運動です。これを繰り返して痛みのない範囲でやっていきます。
反対です。内外これを繰り返していきます。こっち側は特に重要です。これの痛みが出ない範囲、これを繰り返してください。反対です。外内と繰り返していくのですが、だいたい10回目安ぐらいを目処にやるといいです。痛みが出ない範囲注意してください。反対です。外内狭い範囲でも結構ですので、ゆっくりとじっくり行ってください。速いスピードにならないように注意です。この動きを3セットから5セット、これはじっくりやるといいです。次は足抱え運動です。膝と足首を持ちます。そして手と足のバランスとしては、手をほとんど動かしていくという感じです。ぐるぐる回していきます。股関節は内回し外回しもどっちも大丈夫です。これも10回目安で行ってください。反対です。反対です。足で回すのはなかなかきついと思うので、手でしっかりと回してあげてください。そしてこの時に両半身もリラックスするという形で、全身リラックスしてやるのを心がけましょう。痛みがない範囲でやってください。反対です。繰り返していくとだんだん角度が大きくなってくると思いますので、大きくなってくれば大きくしたらいいです。痛みが出る場合はちっちゃくても結構なので、ゆっくりと行ってください。はい、これを3セットから5セットじっくり繰り返しましょう。次に四つん這いになります。四つん這いになって膝を合わせます。そしてお尻を左右に振っていきます。これも痛みが出てくることがあるので、痛みが出ない範囲ゆっくりと左右繰り返してください。これを繰り返しておくと、だんだん範囲が大きくなってきます。焦らずゆっくりで結構です。大体30秒から1分ぐらいの目安で大丈夫なんですが、無理に回数こなすということはしないでください。だんだん大きくなれば、このように大きくしていくとより効果的です。最重要なのは痛みが出ないことです。次に膝の幅を大きく開いてお尻を引いていきます。そしてお腹を伸ばしていきます。このお尻を引く、お腹を伸ばしていく、これを繰り返していきます。この時に痛みが出ないようにしていくというのがポイントです。大きくやればいいというわけではないので注意してください。お尻を引いてお腹を伸ばしていく、これで股関節であったり腰の硬さが取れてきますので、坐骨神経の元が解放されてきます。大体これも30秒から1分目安です。はい、では膝立ちになって、この形をやりやすいをどちらか確認していきましょう。はい、右側がやりやすかったのでこのままいきます。はい、でその時に必ず痛みが出るポイント、これを触ってください。先ほど触ったポイントと同じ場所でも結構です。そして股関節をぐるぐる回していって、左の股関節の前を伸ばすイメージですね。反対です。右のお尻のポイントは触りながらです。ぐるぐる回していきましょう。痛みがない範囲というのが注意のポイントです。反対です。そう、ゆっくりと大きく回していきます。
必ずしもこれは向きが決まってるわけではないので、回しやすい方向を確認しながらで大丈夫です。それだけでゆっくり大きく回していってください。反対です。だんだん大きく回せるようになってきたら回していったらいいです。これもゆっくり焦らずに回していってください。ここもじっくりとやっていくと効果がどん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 出てきます。これを3セットから5セットやってみてください。以上です。はい、いかがでしたでしょうか。これね、すごいやった後とかでもなんかすごくお尻のね軽い感じがすごくします。で、これ僕自身ももともと腰椎ヘルニアっていうのをね患ってましたので、まあ、それで座骨神経痛でずっとあったんですけども、まあこれは本当に現役の時ね、早い時から知りたかったなというふうに思います。で、やっぱり座骨神経痛って今言った形の、いわゆるお尻とか腰だけが原因じゃない時もあります。なので、わからないことはですね、ぜひコメント欄の方に、ぜひ質問していただければと思いますので、まずですね、毎日少しずつ痛みのない範囲でやってもらうことで、改善していきますので、どん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 健康に役立ててください。本日は以上です。ありがとうございました。